ハプロケールスは、アルバレスサウルス上下に属す、重脚類恐竜の属の一つである。このクレードでは最も原始的な種と位置づけられる。また、基地では、最古のアルバレスサウルス類でもあり、次に古い種とは、約6300万年離れている。また、最古の鳥類であるアルカエオプテリクスよりも1500万年、古い。ハプロケルスは、中国北西部ジュンガル盆地の石時構想で、 発見された、ジュラ機構機の標本に基づき、2010年に記載された。タイプ種は、エイチサラーズであり、革命は、シンプルな手をした熟練者という意味で、獲物を手で捉えるといったような、他のアルバレスサウルス類にはできない三本の指、使った行動ができたという仮説を反映したものである。復元図人との大きさ比較、ハップロケールスは、基地の明確にアルバレスサウルス類とされる。 種の中では最大であり、全長は2メートルほどである。他のアルバレスサウルス類と同様に細長い第一子のカギ爪を持つ。一方で、他の派生的なアルバレスサウルス類では、その1本のみが顕著に大きくカギ爪があるのに対し、ハプロケールスには他に2本の機能する指がある。足が長く速く走ることができたと考えられる。ありがとうございます。